AI 査定と、CF ビルマネジメントが行っている査定の違いについて、お部屋をどんなに綺麗にしてもそちらは査定金額に反映されなかったり、まあ、現状の相場感だったりとかっていうところは査定に含まれない。 CF ビルマネジメントでは不動産投資が成功するようにということで診療査定を行っております。皆さんこんにちは。CF ビルマネジメントリーシングループの木村と申します。よろしくお願いします。今日はですね、 AI 査定と、CF ビルマネジメントが行っている査定の違いについてお話ができればなと思っております。最近YouTube の広告とかでもよく見る AI 査定なんですけれども、まあ、いろんなところメリットがあるんですけれども、なぜ CF ビルマネジメントが使っていないのかっていうところを、お話できればなって思っております。まず、AI 査定のメリットなんですけれども、物件の種別、住所を入力すると、最短45秒から60秒で AI 査定が完了してしまう。あとは最大6社の一括査定で一番高い賃料が分かるというところで、内容を入力すれば一括でどこの会社が高く賃貸出してくれるのかっていうところも分かったりします。あとは基調査定とか訪問査定とは異なって、基本の項目を入力するだけで手軽に査定が行えます。あとは、匿名でできたりだとか先入観が入らないということで、まあ、人間が行っていないので、バイアスがかからずに査定ができたりっていうところがメリットとして挙げられております。所定のフォームに、必要事項を入力するだけで査定金額は教えてくれます。ただ、この査定結果だけでは査定賃料は算出ができません。なぜかというと、こちらはまあデメリットみたいなところにも当たるんですけれども、相場しか把握できなかったりとか、あとは間取りや詳細を確認しないとわからない部分が価格に反映されていないということで、例えば、リノベーションをしても、お部屋をどんなに綺麗にしてもそちらは査定金額に反映されなかったり、あとは5階建てのマンションでエレベーターがないのにそこが査定に反映されてなかったりとか、逆にエレベーターついてるのにそちらが査定反映されてなかったりだとかっていうところと、過去のデータしか見れないということで、まあ、現状の相場感だったりとかっていうところは査定に含まれないっていうところですね。あとは、査定価格にブレが生じる可能性が高かったり、物件の特徴が反映されていないということで、物件の立地もそうですし、駅から物件の道のりだったりとかっていうところも AI 査定に関しては反映されないことが多いということですね。なので CF ビルマネジメントでは、投資家の方々が失敗しないように、不動産投資が成功するようにということで診療査定を行っております。 CF ビルマネジメントの方では内装だったりグレード感、あとは駅から物件の道のりとか高低差、周辺環境、実際の、弊社が今約7000戸ですね、管理があるので、まあ、その実例をもとに査定を出したりだとか、あとは、現在の市況ですね、どこのエリアが一番動いているのかとか、まあ、そこを見ながら、査定を行っております。なので、まあ、ここは AI 査定には行えないところなので、CF ビルマネジメントにとっては、かなり、強みになるところかなとは思っております。でですね、引き直し賃料を一歩でも間違えてしまうと、オーナー様の資産経営の方が破綻してしまう可能性もあります。ただですね、安くすればいいという問題ではなくて、AI にはできない分析も CF ビルマネジメントでは行っております。実際に今お話しした内容を含めて、他に何やってるのというところ、何を見ながら査定してるのというところなんですけれども、まあ、さっきあった物件の特徴だったりとか、立地ですね、あとは築年数、平米数、あとは設備、駅からの距離、類似物件の募集、制約事例、都内の募集、制約事例、あとはベンチマーク物件、管理物件の募集事例、制約事例ということで、まあ、大きく4項目に分けて査定を行っております。 CF ビルマネジメントでは、引き直し賃料と、募集想定賃料というものを出しております。なぜ引き直し賃料だけではダメなのかっていうと、過去のデータだけではなくて未来も分析することによって、オーナー様がこのインフレという時代で、損しないようにサポートをしております。で、弊社はですね、CF ネッツグループということで、売買部門と、管理部門というのがあるんですけれども、売買担当から、まあ、この物件買い付け入りましたよっていったタイミングで、PM 事業部の方に査定の依頼が来まして、査定を行っております。PM の引き直し賃料と募集想定賃料を、算出し、エビデンスを添付して根拠を、AM 事業部に、お返ししているという流れになっております。こちらおさらいで、PM 引き直し賃料というのは、
換算期に1ヶ月で入居付けできる賃料となっております。募集賃料というのは、実際に募集する、ベースとなる賃料を出してます。というのも例えばですけど、今港区はこのぐらいの賃料で動いてるからこの高い賃料を狙えるよねみたいなところも募集想定賃料として、出しております。リーシングマネジメントグループが行っている、査定のに必要なところことなんですけれども、まずは、誰が見ても納得できる結果であることということで、なんでこの賃料にしたかっていう理由を書いていくんですけど、誰が見ても納得できる内容を記載をして、賃料を設定しております。あとは、投資家さんが事実をもとに、投資の判断が下せること、現状今こういう指標ですよっていうところももちろんお話をさせていただいて、そこにエビデンス資料としても出させていただいております。なので、投資家さんの方たちはそれを見て、投資これやってみようかやっぱりやめとこうかっていう判断もしていただけるかと思います。あとはですね、対応者の主観が入らないことということで、対応者によってですね、決まりやすいからまあ1000円2000円上げとこうかみたいなところで先入観主観を持たずに、もう本当に出たデータだけで賃料査定を行っております。あとはですね、実例とか相場感、実際の現場の市況を反映して、現実なところで数値を算出しております。なぜリーシングマネジメントスタッフが行っているかというと、まあ、入居付け客付けを今やったりとか空室対策を行っていたりだとか、あとは地場の仲介さんとかなりコンタクト取る機会があるので、かなりヒアリングもできている状況でございます。まあ空室対策をしているということもあるので市況分析をしていたりだとか、あとは入居者さんの属性の分析もしているので、そこを強みにやっているリーシングマネジメントグループの方で今査定を行わさせていただいております。引き直し賃料ですね、換算期でも1ヶ月で入居付ける賃料ということで、投資の安全性の保全ということで、こちら算出しております。次に募集想定賃料はですね、実際に募集する、賃料の方を算出していて、物件の競争力の分析だったり収益性の確認というところで、まあ賃料高くてもこのぐらいいけますよみたいなところも、まあ、投資家さんのところに知っていただきたいので、そこも、算出させていただいております。なので、CF ビルマネジメントのですね、賃料査定では AI にできないこの、まあ、大きく分けると2つの要素を取り入れて、査定をしております。やっぱ賃料査定に関しては以上になるんですけれども、リーシングループですね、今インスタグラムも行っております。まあ、今2000人ちょっと、フォロワーもいますので、ぜひ皆さんフォローしていただければなと思います。引き続きよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。不動産投資を始めたいけれど、本を読んだだけでは何から始めればいいかわからない方、相続対策、資産運用、賃貸トラブルでお困りの方、不動産に関することでしたら何でもご相談をお受けしております。対面、オンライン、お電話にてお客様それぞれに合わせたご提案をさせていただきます。 CF ネッツの個別相談、この機会にぜひご相談ください。CF ネッツでは不動産投資、賃貸管理、相続対策、資産形成、土地活用など不動産に関するあらゆるご質問にお答えします。皆様からのご質問をお待ちしております。